恋愛感情を全く感じていない女性に対して男性がこんな態度を見せることはないんです。こんにちは、小川健です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性が出会った女性に対して恋愛感情を抱き、そしてもっと仲良くなりたい、はっきりと口説きたい、そう思った時にどんな態度や行動を見せているのか、彼がこんな行動や態度をあなたに見せている時、彼はあなたを口説こうとしてるんじゃないですか。そんなお話、今日は代表的なものを7つご紹介をしていこうと思います。口説く云々というところまで行く前にね、ご縁を感じてる、あれこの人ちょっとビビッときたかな、あちょっとしたら仲良くなりたいかもとね思えるぐらいのレベルのお話というのはね、先日こんなお話でご紹介差し上げたので、今日のお話と、ね、合わせてご覧になっていただくといいと思います。こちらに画像が出ていまして、こちらにもリンク出てます。関連する動画はこのチャンネルの中ではいくつかご紹介差し上げているので、合わせてねチャンネルご登録いただいてご覧になっていただければいいんだが、まあ、今日はもう一歩ね踏み込んだところで、いよいよちょっと彼女と仲良くなっていきたいぞ、この人を口説くことできるんじゃないかな、ひょっとしてできればそうしたいとね思ってしまうとき、男性が見せる態度や行動、どんなものがあるのか、そんなお話です。もちろんここでご紹介差し上げる話、全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。これも下の概要欄説明欄にリンクが出ていますので、こちらのこの方からねホームページ飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。ということで今日は男性が恋愛感情を抱いてね口説きたいと思った女性に対して見せる態度や行動、代表的なものです。7ついきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、自分がね異性としてどう見られているか、自分のことをどう評価してくれているかということについて聞くと、まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけど、ね、まあ俺を男としてね見たらどうなん、付き合う対象に入ったりするわけというような、まあ、割とストレートな感じで聞くことがあるかもしれないし、ね、まあどうなんでしょう、こうランクをつけた時に、なんとかさんにとってねランクをつけた時に俺ってね何番目ぐらいにいたりするわけとかね、100点満点だったら何点ぐらいなわけとかね、まあそういう言い方をする場合もあるかもしれないし、まあなんとなくねこう人との話題の中で、まあ、なんとかさんと比べて、俺の立場っていうのはどうなの、君から見た時にそれより上だったり下だったりするわけとかね、まあ言い方いろいろあると思います。とにかくね自分があなたから見た時にどういうポジションにいるのかということをちゃんと把握して確認しておくことによって、まあ、次の戦略をね、ちゃんと立てておこうというふうに考える。だからあんまりね、まあ自分がこう0点だとか、まあ、明らかにこれもう無理だよねっていうふうに思ってるお相手であるとか、また、全くね自分はそういう気がないよっていうふうにお相手に対してはわざわざそんなこと聞かないじゃないですか。まず自分のポジションを確認するということは、じゃあ確認した後次どうしようかということを考えて、まあ、そういう意味ではあなたに対してやっぱり好意を持っているし、その後のことを考えているからこそね、最初のステップとして自分がどういう立ち位置にいるのかということを、まあ、聞きたいということで、まあ、ついついそんなことをね、聞いてしまったりすると。だまあもし仮にね僕はなんとかさんとお付き合いしたいなっていうふうに言ったら、なんて言ったりするとかね、いやもし仮に俺たちお付き合いすることになったら、そういうことって割とどんな許せたりする感じとかね、まあ言い方いろいろあると思いますよ、繰り返し言いますけど、ただ明らかに、あこの人は私がね、彼のことをどう思ってるのか、あなたのことをどう思ってるのかっていうことを聞きたいんだろうなっていうことはなんか分かったりする場合あるじゃないですか。まあつまりそういうことを言ってくるということは、まああなたのことを好きだし、まあこの後ね、じゃあそこから口説くかどうしようか、まあ口説きたいと思ってるんだけどどういうふうに行こうかっていうふうに、まあ、考える最初の一歩だというふうに思っていただいていいと思います。さあそして2番目こちらです。まあそれに絡めてなんですけど、恋愛話にね話を寄せてくる時ですよね。自然な会話の流れの中で、まあ、たまたまねそういう話になることはあると思います。まあ、昔こういう人と付き合ってましたとか、まあ、こういう男性こういう女性が好きだよねとか、そういうのがタイプだよねみたいな話っていうのは、まあ、それはある。しかしそういう自然な話の流れじゃないのに、まあ、あえて意図的にねこの人わざわざこっちに話寄せようとしてきてるよね、わざわざなんかね、色恋の話をしたがっているよね、あなたの気持ちをこちらに向けようとしてきてるんじゃないか、そっちの話で盛り上げようとしてるんじゃないかというふうに、まあ
明らかに伝わってくる時ってあったりするじゃないですか。まあいろんなね、全然関係ない話をしているにもかかわらずさ、いやそんなことより俺なんとかさんがどういう男性が好きなのかすごい気になったりするんだよねとかね、いやなんとかさんがね、それこそ今彼氏がいるんかいないんかとか、そういう話まず聞きたいなみたいな、えそこかいなみたいなね、そんな話でこう彼がわざわざそちらの方に話を寄せてきてるっていうことは、まあ、これ女性もやるんですけどね、まあ、自分が興味ある男性だからその人のこと聞きたいし、その人の気持ちをこっち持ってきたいから、とりあえずテーマをねそっちに設定して無理やり持ってくるっていう、まあ、これはだから女性もやるんだ、やるし、男性もやると。だから彼があなたに対してね、まあ、やたらそっちの話ばっかりしたから、まあ、もともとそういう話は大好きっていう人だったらいいんだけど、まあ、そうでもないのにあなたに対してだけはね、あなたと話をしてる時にはそういう話に、まあ、行きがちな時にはお気をつけになった方が、まあ、気をつけるというよりは、まあ、好きな相手だったらいいんだけど、まあ、そうじゃない相手だったら、まあ、気をつけた方がいいし、まあ、いずれにしろ彼はね、あなたに対してそういう感じを持っているから、そういう話をするんだよねという、そんなお話です。さあ、そして3番目、こちらです。はい。あなたの存在がね助けになっているアピールですよね。まあなんとかさんがいるからねいつもすごく助かっているんだ、なんとかさんにいつも救われているんだ、まあこれも言い方いろいろあると思います。自分にとってねあなたという存在がすごく必要なんですよ、僕にとってあなたの存在がすごく重要で大切な存在なんですよということを、まあ案に示してる、まあ案にというかかなりはっきり言ってるんでしょうけど、まあ、その言い方とかもあったりするんでね、いやこの間ありがとう、あれすごく助かったよとかね、あいつもこういうところでなんかね力貸してくれたりするからすごく助かるんだよねなんていうことを、まあさらっていうふうに、まあ、男性は言うので、女性からすると、あそうなんだ、へえ助かったんだ、よかったねっていうことで終わるかもしれないが、まあ、割とねこう助かってるとか、すごく救われてるみたいなことを言う時っていうのは、まあ、割と本当にねその人のことを助けられ、その人に助けられているというか、まあ救われているというか、その存在がねその人の力になっているというふうに感じていることがあったりするので、まあもちろんこれはね、例えばお仕事上のお付き合いで、まあ、本当になんか助けられみたいな関係があったりするんであれば、まあ、確かにそういうことなんでしょうねという話なのかもしれないが、まあそういう何かね利害関係がある関係でもなく、まあ友人同士という関係の中で、まあやたらねなんかあなたに助けられてる、いや本当にねいてくれるから本当に救われてるんだみたいなことを言ってきてくれてるという時は、まあね遠回しに必要なんだ、もっと近くにいてほしいんだということを、まあ、言ってるんだというふうに思っていただいていいと思うし、そしてね、まあ、そういう話を今後していきたいなというふうにプラス考えているからそういう話になっているというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。さあ、そして4番目こちらです。はい。弱さをね、わざわざアピールしてくる人ですよね。まあ、これも男性も女性もやりますよね。まあ割とねきっちりかっちりしてるような人なんだけども、いや実は俺ちょっとパソコンとか苦手なんだよねとか、ね、こういうのちょっと教えてもらいたいなとかね、まあ実は車の運転とかあんまり得意じゃなかったりするんだよねとかね、まあどうなんでしょう、こうバリバリ仕事をしてるんだけど、まあ実はこう携帯でねスマホでこう文字打ったりするのがいやちょっと苦手なんだよねなんていうふうに、こう苦手な自分とか弱い自分を見せられたりすると、まあお相手とすればね、まあその関係がそれほど見学という関係じゃなければ、まあ、ちょっと力になってあげようかなとか思ったりとかね、あなんか弱みを見せてくれるってことは頼りにしてくれてるんだというふうに思ってしまったりするじゃないですか。まあ、そこをちょっと狙ってるというかね、あえてこう自分で、まあ、弱い部分を見せて隙間を作っておいて、この隙間できれば埋めてくれないかなっていうことを、まあ、アピールしているし、その隙間にねあなたに入ってきてほしいんだ、あなたの力によってそこを埋めてくれないか、そうすることによって70の俺が100になるんだ、一緒に頑張ろうよみたいなことを、まあ、あなたに対して言っていると。まあ、これはね、さっきも言ったように男性も女性もやる話ではあるんだが、あえてね、まあ、あなたに対してだけ、まあ、誰に対してもね、そんなことやってる人だったら、まあ、ちょっと怪しいなというふうに思った方がいいかもしれないけど、まあ、わざわざね、ちょいちょいこう弱みを見せるというか、まあ、ちょいちょいこう抜けてる自分をね、アピールしてくるというのは、まあ、そこをね、あなたに埋めてほしい。あなたの存在が、それによってね、埋まり、そして自分はもっともっと輝ける。そして俺を輝かせてくれる君はすごく大切な存在なんだということを、まあ、示していきたいな、今後ね、というふうに考えていると思っていただいていいと思います。さあ、そして5番目こちらです。はい。2人の未来に対する展望をね、話をすると、まあ、もうちょっと分かりやすく言うとね、俺たちお付き合いするとすごく楽しいことが起こりそうだよね、すごく幸せになりそうだよねっていうような、まあ、プレゼンテーションがね始まるということですよね。いやなんとかさんとこういうことやったらすごい楽しいこと起きそうだよねとかね、いや俺一人でさこういうとこ行くのすごい好きなんだけど、なんとかさんと言ったらこの楽しさってもっともっと倍増しそうだし、なんとかさんもねひょっとしてこういうことを考えてたからすっごく喜ぶと思うよ、すっごく楽しくなると思うよとかね、まあそういうことを一生懸命言うと、なんでこの人なんかそういうことを私にやらせたいわけ、なんか私と一緒にやりたいんかなそういうことをっていうふうに、まあ、思うときってあると思うんですよね。単純に
自分がねどうしたいかということだけではなくて、あなたとそれをやることによってこれだけの幸せになりますよ、で俺はそれを求めていますよ、そしてそれだけじゃなくてあなたも楽しくなれるんだと、だったら、ね、お客様どうですご一緒にということを、まあ、あなたに伝えていると、まあ、もちろんその先にね、じゃあ本当にそれが楽しいかどうか、その先に幸せになるものがあるかというと、それは実際にやってみないと分かんないですよ。ただ今の時点では彼はそういうふうになるんじゃないかというふうに期待感があるから、それをあなたに伝え、そして一回ねそこに今行ってみようよというか、そういう体験を二人でしてみようよ、まあ、それは釣りなのか山登りなのか映画見に行くことなのか、まあ、一緒にご飯食べることなのか何だか分かんないけど、ただあなたと一緒にいるとこういうことができそうだよね、そして二人でこういうことをやるから、それ単体でもねすごく楽しいことだと思うんです。これ単体でね、まあそこのレストラン行ってこのご飯もすごく美味しいと思うんだけど、でもなんとかさんと俺で行ったらね、この料理ってこういうふうに楽しめるよねっていうような、あえてねこの2人だから楽しくなるんだということを、まあ、話をしてくれる人っていうのは、まあ、大概だからあなたのことを、まあ、好きだよねというか、まあ、そういう関係になっていきたいなという強い欲求願望があるからこそそういう話をすると、まあ、大概男の人ってね割とこうスイッチ入ってきてる時っていうのはそういうプレゼンテーションをし始めるんでね、なんか営業かなと思うぐらい、そういう話をしてくることが結構多いという話は、こういう話の中でもご紹介差し上げています。こちらに画像が出ていて、こちらにリンクもあるんでね、まあ、このあたりちょっと参考にしていただきながら、彼がそういうプレゼン始まってきたら、いよいよあなたのことを口説きたいなというふうに思っているというか、まあ、強い恋愛感情を抱いているというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。さあ、そして6番目こちらです。はい、話をね完結させないんですよね。まあ、これも男性女性あるあるだと思います。話をねその場で完結させてしまうと次に会う理由がなくなってしまうし、まあ、もし会うことができたとしてもね話をするの話もなくなってしまうということもあったりするので、あえて次に残すためにその場で答えを一切出さない、答えの全てを出さないということですよね。この間俺見た映画がねすごい面白かったんだよね。あれさ、これこれカクカクしかじかこういうねストーリーだったんだけど、タイトルなんだったっけな、そうそう、ね、ちょっと待てよ、あ、ちょっと次回会う時までに考えとくわ、思い出しとくわ、みたいなね。いや別に今それスマホで調べて言えばいいじゃんっていう話なんだけど、あえてそこで言わないんですよね。まあ俺ね、ちょっとこう買い物行きたいなと思っているから、まあ、今度よかったら付き合ってよ。あ、なんだったらこの後時間私あるから付き合う？行くよ？いや、今日はね、ちょっと俺忙しいから、またちょっとじゃあ次回、そこはちゃんと時間を取って、そのためにちゃんと行こうよっていうことで、ちゃんと次回の、持ち越しをしていくと。もちろんその場でね勝負かけなきゃいけないというか、その場で結論出さなきゃいけないような話もあったりするから、まあ、それはそれでねその場で結論出すんだけど、まあ LINE のやり取りとかをしててもね、あ、じゃあそれについてはまた今度会った時に話そうよとか、それについてはね、ちょっと調べておくから、そしたらその時にまた、ね、お教えしますよみたいなことで、ちゃんと次に伏線というか伏線になるような宿題を残して、話を完結させないで次に持っていくと。だからこれは、まあ、つまりところ次も会いますよね、次もまた話できますよね、この関係継続していけますよねというような、まあ、合図であるしサインであるし、そういう意欲であるというふうに思っていただいていいと思います。さあ、そして最後7番目ですね。はい、これはねいつも言ってます。聞かれたことを答える、聞かれた質問に対して誠実にねちゃんと回答しているかどうか、もちろん、いきなり貯金いくらあるのとか聞かれたらね、いやちょっと待ってくれっていう話だったりもするし、答えられることもあればね答えられないこともあると思います。ただあなたから見た時にこの人と仲良くなっていいかどうかっていう大前提の条件があったりするわけじゃないですか。それは、彼が結婚してるんかしてないんかとかね、どこに住んでるんかとか、どういう仕事してるんかっていうのは最低限の情報として知っておかないと仲良くなれないよってことあるじゃないですか。それについて答えない、いや俺結婚してるかどうかなって今この場であんまり関係なくねとかね、いやどこに住んでるか、それはまあ日本のどっかだよ、それは別に問題あるとかね、問題あんだろっていうツッコミをね入れたくなるような回答してくるような人というのは、やっぱりあなたに対して恋愛感情があるように見せかけているだけでやっぱりないですよね。あなたと長くお付き合いをしたいと見せかけておいてそういう気もねないですよ。本当にねあなたのことが好きで、まあがっつりね今真剣恋愛真剣な愛情というところまで行ってないかもしれないが、ちゃんとねまずは仲良くお付き合いをしていきたいな、どうなるか分かんないけどちゃんとね誠実に向き合っていきたいなと思うようなお相手に対して嘘をついたり
ごまかしたりするようなことはないんでね、そういうことをする人とは基本的には関わらない方がいいんだが、逆にそれはしっかりと、あ、この人誠実に答えてくれてるよね、答えようとしてくれてるよねということが伝わってくるんだったら、ちゃんとね、あなたのことを好きなんじゃないですか。だから本気でね、好きだからこそというか、その本気の度合いっていうのはここではね、まだそれほど強いものではないかもしれないが、こういう話もね、過去ご紹介差し上げたことあると思います。こちら画像があって、こちらにリンク先もあるんでね、このあたりちょっと見ていただきながら、あなたの質問に対して誠実に答えてくれる。それがあなたのね、気に入らない答えだとしても、でも彼にとってはまずそれをちゃんとあなたに伝えるべきだと思うから、言ってくれてるなっていうふうに思う。でそれが伝わってきてるんだったらね、そういう思いを持ってくれてるんじゃないかというふうに思っていただいていいのかなと思います。ということで全7項目ご紹介をさせていただきました。これはあくまでもね、男の人はそう思ってそういう態度をしてるよねというだけの話だから、だからイコールあなたはこれに応じなきゃいけないかというとね、全くそういう話ではないので、これをもとにあとはじゃああなたはね、彼に対してどういう態度接し方をすればいいのかなというふうに、これはまた別枠で考えればいいと。そして、じゃあ彼のね、一つ一つの行動に一喜一憂しないというか、ブレない心をね、どうやったら養うことができるかという話についてはこういうセミナーの中でも細かくご紹介をさせていただいています。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先も出てます。日程場所下の概要欄説明欄にリンクが出てるので、このあたりからね、日程場所ご確認いただいて、ご都合よければね、こちらに遊びに来ていただければいいんだけども、彼のね、日常のあなたとの関わりの中で、こういう態度や行動が出ていることに関してはあくまでも、彼側の都合としてあなたにそういう思いを持っている一つのこう、証拠まではいかないかもしれないが、その傾向ありというふうにね、認めていい要素と思っていただいていいと思うので、あとは先ほど申し上げたようにね、それに対してどう向き合うかというのはあなたの選択ということになるのではないでしょうか。現場からは以上です。